はい、では、対数線形モデルとニューラルネットワークへの導入 と、RNN の説明をさせていただきたいと思います。まずはじめに、まあ、機械翻訳の分野とかでは、まあ、なんかその文に翻訳したい文に対してその単語の確率を見てあげてるんですね。でその中で一番合ってそうなものをその翻訳の文として出力してるんですけども、これ本当単語のその確率って本当正しいのかっていうのをまずちょっと考えてみます。でまあ単純な確率計算を行います。単語の数をバッバッバッて一個ずつ見てって、で例えばこの何でしょう、私って来た後の私って来た時に歯が来る確率って、この学習データがこれだけだったとすると、まあ私の確率、まあベイズのあれにしてあげて、その私の確率から私2個ありますね、から私はの確率1個しかないんで、まあ 0.5 ぐらいだよ、まあそれっぽい、大体それっぽいんですけども、でも例えばこれめっちゃ長くなって、私の本は20世紀なんじゃないかみたいな感じでやると、まあそんなことないよみたいな形になっちゃうんですね。この単語の数だけを見た単純な確率計算だと、まあ確率ゼロになってしまって、その学習データが弱い、まあ頻度がその低い現象に対して対応できないんですね、この形だと。でまあそれに対応してあげるのがこの N グラムモデル、今までやってきたんですけども、まあこの N グラムモデルならば、まあ2個ずつパッ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 って見ていくんで、私は歯、読書、読書がみたいな感じで見ていくんで、まあ何でしょう、さっき言った私の本は20世紀に書かれたっていうのを、いやまあ確率見たいよってやった時に、私のもあるし、本はもあるし、だけ歯20世紀っていうのもありますね、下の方にここ歯20世紀ってあるんで、まあ確率が出てくるんじゃないかって感じでなります。でもこの、まあ、N グラムモデルっていうのをその N 増やせば、まあこれ見てくるのめっちゃ増えるんで、その精度がすごい上がります。でもその精度が上がった分計算量がすごい増えるし、またそのスパース性っていう、まあ入力に対してなんか本当に無駄なところがババババババって多く出てきてくるような、なんかそういう問題とかが出てきます。じゃあどうすんのって言うんですけども、対数線形モデルっていうのを考えます。でこれはまあその履歴のデータを参考にしてスコアを計算して、そのスコアの指数を取って積化するって形なんですけども、まあスコアがこんな感じの計算やってます。パッ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 と、でそれをまあこっちで積化してあげて、それに対してこう勾配を出してあげて計算していくよっていう形なんですけども、ではまあそうですね、その勾配に学習率どんぐらい学習したかっていうのをパパパかけてって、パラメータをどんどん更新して、どんどんよりまあそれっぽいものを出していくっていうのがこの対数線形モデルなんですね。まあちょっと後でもう一回説明するんで、今ちょっとこんな理論なんだよっていうのだけ考えてもらうと嬉しいです。でまあこの式のスコアっていうところだけ見てあげると、まあこれ関数として見れるよねって感じで、このソフトマックス関数として、さっきのスコアのところのここの確率ですね、それとここの確率のところを、まあ、その関数に入れてあげて出せるようにすればいいんじゃないかみたいな形で、まあ、その単語列をパラメータ化することができて、その単語のつながりのパラメータが作れるよっていう。でまたその単語列をパラメータ化するとその N グラムのメモリたくさん使っちゃうけど、まあ出るよっていう感じのがこれですね。まあそのスコアをベクトルの列として見てあげるっていうイメージでやってあげるといいかもしれないです。でこうやってそのベクトルの列で考えれると何ができるかっていうと、まあ、このニューラルネットワークへの導入ができます。でまあ結局そのさっき言った対数線形モデル、さっきの式だと難しいんですけども、結局どんな感じなのっていうと、まあ
2個前の事象、1個前の事象、バババババって入れたのに、そのバイアスをかけたやつを先ほどのこの式ですね、この式でバッと計算してあげるとこんな感じで答えが求まるよっていう。でまあ例えばここの11、この行列あるんですけども、1のところが何々の確率、何々の確率、何々の単語であった、何々の単語であったみたいな感じで、まあその例えば「は」っていう文字が出てたから1、あと他になかったかな、20世紀みたい、20世紀ではなかったから0みたいな感じでバババババババ点数取っていくっていう形で、これニューラルネットワークに導入できます。でもこれだけだとまあ1と0だけなんで、まあちょっと弱いかなということで、さらにそこに隠れ層を追加させてあげます。まあ非線形関数を計算する隠れ層、この単純体1ですね、パッパッパッとマイナス1と0の形でこう隠れ層を追加してあげると、まあ大体似通ったような文字とかが一緒に出力として1かマイナス1で出てくるような形になります、ベクトルので。これを単純に当てはめてあげると、まあ、出力として出てあげる。で、まあ、このタンジェント H を使うと何がいいのかっていうと、その勾配から、まあ、出力されたデータから勾配出すんですけども、この勾配が正解と比較したときに、まあ、そのまあなんだろう、まあ、どんぐらいやってるかっていうのを見てあげることができるんで、まあそれに対してもう一回そのじゃあこんぐらいやってるよっていうのを教えてあげて、もう一回計算を何回もすることにあげて、その更新されるパラメータがどんどん正解に近づいていくよ、更新す、まあ、パラメータ W ですね、ここのがどんどん正解に近づいていくよっていう形で考えることができます。でまあこれだけだと、まあ、ここだけで動いてるんで、じゃあもうちょっと他にもリカレントニューラルネットワークって RNN って言うんですけども、こんな形でこの出力の一部をこうタンジェント1元の場所に戻して、もう一回ノードの一部をそう出力にして戻してあげることで、このネットの塊をバババババって増やすことで、その勾配をどんどん小さくしていくことが考えられているのが、このリカレントニューラルネットワークとして考えられています。ちょっと今回 例少なめなんですけども、まあ、概念としてはこのベクトルをどんどん入れてあげて、ベクトル、まあ、ベクトルを入れてあげて、それを、まあ、非線形関数で動かしてあげて、それをさらに、まあ、ソフトマックスでやって出力を出すみたいなイメージで考えていただけるとありがたいです。とりあえず以上で今回は説明を終わりにさせていただきます。